1号艇で登場の西山隆弘選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。お願いします。しっかり1号艇王道で乗ってきました。そうですね、はい、流れはいいですね。船橋自体はどうでしょうか。いや、いいですよ。全体的に、はい、バランス取れて、まあ、抜けてはないですけどバランス取れて、はい、自分の好きな感じですね。本日は2日目に安定盤がついたんですけども、外れてからが勝負だということでしっかり合わせてますか。そうですね、ついてもつかなくても僕自身が安定してないんでちょうどいいですね、はい。今日はねちょっと時間もたっぷりあると思うんですけども、気象条件も変わってます。なんか作業のお考えですか。いや、気象条件ですね、皆さん合わせると言いますけど、まあ、僕はそんなセンスないんで、センスあったらですね篠崎元氏ぐらい稼いでると思うんで、もう何もしません。スタートなんですけど、今節決まり具合どうでしょう。もういいなら大丈夫です、バッチリ、はい、向かい風がいいですけどね。それでは最後にもう一言、ファンの方意気込みよろしくお願いします。来年はオールスター選んでください。お願いします。